タグマイクラ競馬でーす。何ですかそれは。お願いいたします。ギャンブル来たか。ギャンブル何ですか。帰宅部動画でおなじみの競馬コンテンツでございますけれども、ありがとうございます。はい、今回は、うん、ギャンブルではございません。ギャンブルじゃなかった。競馬じゃないじゃないか。皆さんが走る側になっている。走る側騎手だ今回。我々ジョッキー後ろに3頭の大馬さんを用意しました。すごい。あ、大きい。すごいね。はいはい。こちらの3頭の大馬さんは全員能力値同じになっております。あ、そうなんだ。まあ、この後、まあそれぞれ好きな大馬さん選んでいただくんですが、はいはい、こちらにゲートが7つあります。7つちょっと見て。うわ、なんか遠くに2つあるわ。ぐるっと、まあ、ほぼ1周する形になるんですが、以前やりましたボートレース対決のように指定されたアイテムだったりを持ってきて、どん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 進んでいくというレースになっております。ういうで、今回前回のボートと違い、馬を使って移動できますので、うん、はいはい、馬を使って遠出することが可能になっています。あ、そもそもね、なるほど、いいじゃん。はい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 。ただしボートと違ってその馬はもう一頭限りですので、大馬さんとはぐれちゃうとだいぶ時間ロスになってしまいますのでご注意。あ、そうだよね。どっか行っちゃったらどうするんですか。どっか行ってしまったら探していただきます。なんだそれ。あ、当然じゃ当然だよね。当然だよな。念には念をということでリードだけ。あ、おお、優しい優しい優しい。これめっちゃいい、これめっちゃいい。うん、もしこう洞窟行くからちょっと待っててねって時は柵に繋いで座標だけ覚えておけば合流できるように。わかりました。なるほど、ありがとうございます。で、あちらの村の奥にありますゴールにたどり着いた方から1位と勝ち抜けとなります。はい、OK です。では、まあ今回能力も一緒ですけれども、まあ、前回3位だったキヨキヨさんから。あ、俺から選んでいいのね。まあそうね、やっぱりあっちこうインコースにいる馬がやっぱいいんで、もうこの人っすね。この人ボートレース的なのないのよ。あ、インコースが強いんで結局。なるほどね。おー、おー、キヨキヨ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 ー来たよ。普通キヨキヨー、キヨキヨー来たよ。キヨキヨー。さあ、では前回2位でした、タイタイさん。はい、じゃあ俺はね、やっぱり大きい木はこれだったんですよ。ああ、なるほどね。うん、ちょっと外になっちゃうけど、俺はこの馬で行きます。おお、大きい木じゃねえのかよ。名前何。タイタイジュニア。タイタイジュニアだ。大丈夫、ちょっと弱そうなんじゃないの。大丈夫。おお、まあ、黄色だ。いい、黄金に輝く真ん中。前はオーラマメンっていう馬か。そうだね、オーラマメン、オーラマメンだよね。なんでだよ。タイタイ。なんかそんな気がしてた。なんでなんだよ。よし、タイタイ頑張るぞ。いや、なんでさ、馬3分の2にタイタイってついてんだよ。おかしいだろ。確かに。うわ、しかも大原もピンク色の馬だ。うわ、すごい。これはおしゃれや。では、ね、早速レースを開始いたします。お願いします。ゲート5秒前。パッパラパッパパー。3、2、1。ああ、くそ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 。どうすんのどうすんのどうすんのこれ。え、なんで書いてある、なんて書いてある。原木32個。おお、なるほど。じゃあちょっと、キヨキヨ、キヨキヨ、ここに、ここにいるんだ。おお、早い早い、2人とも早いな。あ、そっか。馬連れてった方がいいんじゃないの。そっか、馬連れてった方がいいのか、これ。そういうことか。ボートは乗り捨ててたけど。そうだね。そうだ。いやー、これねー。例のごとく最初にやっぱりね、ツール作った方がいいと思うんですよね。間違いないんで、それは今後見せた動きは大事。そう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 、大事なのね。目の前にとらわれすぎない、そういったね戦略、やっていきますね。取れるものは取っとくっていうのがいいよ。確かに前回のボートレースたくさんね、花とかね、そういうのあったから。そうなのよ。いや、このね、このねアップグレードとかにね、メンタルをやられてしまったらダメだ。自分なりに行く、自分なりに。銅と鉄をある程度取っておくっていうのが大事なんで。確かに石炭とかも取っといた方がいいんだよ、これ。これはもう鉄を取っておく。鉄か。それやるな。あ、小麦も取っといた方がいいぞ、小麦も。小麦？小麦めっちゃ集めたから、俺前、前回。ああ、はい。村ね。もう村のこと。最初にもう村走るっていうのはありかもしれないな。なるほど、レースをね、もう。別にせずに行ってもね。若干捨てて村でこう物資をっていうことね。長期戦を見越して。いや、まあかかるからね、時間は。最低限アイテムだけ取ったら、まあ、先に進む準備をしておきましょうか。鉄がねあるもんな。うわ、鉄は取れてる。タイタイさんもう村行ってません。
いやそんなことするわけないでしょ俺が。え、タイタさん金属、金属って映像見て言ってたら本当に俺怒鳴りつけるからね。金属って、おー、タイタさんいた、おい、タイタ来んな、おー、タイタ来んな、タイタが取ったやつ全部俺吸う、俺吸う、オーケーオーケー、よし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 。おー、なんだこれ、金属手に入れてやがったな、悪いな。ただそうやって時間ロスしてたら、うん、まあまあ元も子もないですよってことですよね。そうなんですよね。そうだね、あのね、ベッド5個持ってこいとか多分あると思うんだよな。ベッドありそう、ベッドありそう。村がキーになること俺は知ってるから、花集めすらしておく。そうなんですよね、花を集めておく。もうおい邪魔だ。どけ。鬱陶しい。いやー、俺俵ワンスタック2人喧嘩してくれ、もっと喧嘩してくれ2人。よし、いいぞいいぞ。32でしょ、絶対そんなに俵食わない。絶対いらない、全くいらない。思ったより妨害にならない説が出てきたんだ。まあまあ、でもまだ32個のやつクリアした人いないの。確かに。おー、大原家めっちゃ壊してるぞ。2人で戦いしてるわ。ああ大原が俺の恨みを。あ、よし、当たった当たった。よし、2人もうやり合ってくれ。もうすごい恨まれてる。キョウキョさんが一抜けしてる可能性ある。よし、俺ちょっと1回も納品しに行こう。大体どうした、誰に喧嘩打ったらいけないかっていうのをちょっと分からせる必要がある。ちゃんと分からせる、確かにな。そんなんじゃ俺は屈しないぞ、おはらめ。ここで終わると、あの、人の馬取るのやめてもらえますか。ごめん人の馬取る世界じゃん。ごめん、すいませんでした。目の前で持ってからさ。原木32個、どこにしまえばいいんだ、どこにしまえばいいんだ。あー、ここ樽あった、いつもの樽だ。おー、はい、おお、開いた。はい、俺も。ちょっとリード、はい、よしよし。さあ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 、1位大谷選手。さあ、きゅう、ただ言うね、ただ言うね、大原に良くなっちゃうから。確かに。なるほど、ほぼ同時だったよ。確かに。邪魔だ。これはまずこっちも行っちゃおう、もうこっち。危ねえ、全然肉いねえぞ、肉は。ちょっと多めに取って。大事、ここであれでしょ、焼いた肉3枚あれでしょ、もうこの辺一帯を全部刈り尽くせば。そうそうだね、もう2人ともここでずっと立ち往生でしょ、多分。知らないけど、多分キョウキョウさんが一番集められてないと思う。一旦戻って、遠く行き過ぎちゃうのはやばいからね、これ戻る勇気大事。そう、はいはいはい、なんだこれなんだこれ、おー、なんだこれ、戻れねえぞこれ。大原、金属手に入れていく。いいね、ちょっと先を見越して。シュル、え、うん、うん、どうした。大谷さん、まさか3枚だと思ってたか。オーマイグネス、大体、うん、俺もだ。それで言うと俺もだ。それで言うと俺もだ。いやー、みんな、よかった。みんなパッパラパーだ。俺は豚を4枚だけ用意してニヤニヤしてた。俺も羊3枚持って、羊3枚持って、俺もニヤニヤしてたわ。甘くねえな、人生。甘くねえわ。お、馬でこれ森の中ダメだこれ。あれ、初心者さん、もう見にくくてもう無理。初心者さんだねこれね。初心者さん、花あったら絶対取ってた方がいい。もうこれはもう、それはね、帰宅部会の常識です。常識だよね、常識。花はとりあえず持っとけ。花は持っとけ。よし、当たった。全員いねえよ、どこだよどこだよ、みんな。めっちゃ離れた瞬間にめっちゃ湧いたんだけど、俺超遠いところに行ったんだけど。あ、沈んじゃった。ええ、ちょっと、ちょっと、馬、ああ、馬沈んでしまった。ちょっと、どうしよう。待って、馬やった。いや、自分の相棒やったらもう脱落では。やっちゃえ、よし、こっちに乗る。よし、こっち。ちゃんと名前2世ってついてるか。やばいオッケー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 、いいだ。オッケー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 、あー、登れ。ということで、よいしょ登れ、マッチリネース。よし、行きます。キヨキヨ、進め。あれ、これ水、え、どうなってんのこれ。頑張れよ、おい、頑張れよ。あー、オッケー、ナイス。すげえスパルタじゃん。スパルタよ、もううちスパルタだから。もうタイテどこまで行ってる。俺今あの山の頂上にいます。
登山家大会してます。ゲート3？そう。ああ。お豚しかいねえよ。お猫かよ。動いてるなと思ったら。よーし。鶏。どこだ。よいしょ。よいしょ。よいしょ。ありがとう。次のお題大体一瞬で抜ける可能性あるんだよ。なぬ。おい。ああ、いたいたいや。おい。じゃ、これは事故、これは事故。これはね、いい戦いだよ、これは。でもこれ俺たちは割と。いい結果を残してきてるよね。まあそうな、最近ね、得意分野といっても過言ではないよ。よし、3枚目の肉頼むよ先生。まだ肉とかやってるのんきな人がおるわ。こっからぶち上げてくから残念ながら。はい、オッケー。よし、来た。無言でアクシデントはほぼ起きないっていう。語ることも特にない。語る特にない。第3ゲートの食べるお題だよ。そうだよ。さあ、いいんですか。もうお肉納品しちゃいますよ。私もう終わってんだよ。もうちゃんと最下位なんだよ。さあ、ここで救急選手、お肉を 1,2,3 焼いたお肉ですよね。はい、オンライン。よしさあ、合流です。どうだ、なんて書いてあるか、リン。リンゴ1個、オッケー、俺は行くぞ。これワンチャンぞ、マジで。いや、そうだね、これそして何か落ちてる可能性あるぞ。みんなが取ってたから。人のリンゴ取りに行った。そうだよ、これがやっぱキョキョリュー、キョキョスタイル。ちょっと危ねえっていうか、ちょうど目の前にリンゴ捨てたから取られたこと。そう、よし、お届けしていきます。そう、大体どこで撮ってる。大体くんじゃねえよ。大体なるほどね。おお、なるほど。キュウキさん、運がいいからな。くんなって。よし、頼むよ、ちょっと本当に落ちてんじゃないの、その辺に。あー、落ちてた、やったちょっと待って、落ちてたわ、それ俺のやん。いや、でもどうでしょうね、どうでしょう、わかんないっす。なんかすげえ現場の人。そして、なんなら、なんか2個拾った。そんな情報いる？なんなら2個拾いました。その情報いるねえ、まあ、それを美しいと思うかどうか。一個、ね、オンライン。さあ、これはもう戦いだ。お、競馬ってのはね、何かわかるか。喧嘩やちょっと待って、溶岩、いや、最難関課題来た。最難関課題。これ大原すごい、すげえ、すげえクリアした。俺もう二股のとこクリアしたよ。ただその先で今ちょっと困ってることになったので、なんとかしなきゃ。いやあ、大体さん、いや、リンゴ最悪の形だったな。横からスッと取られて先に行けなくなりました。2個っていうのがちょっとメンタルいったね。我は進む。持ってんだよな、キヨキヨさん、こういうの。いや、キヨキヨが取った、切ったキーかもしれんから、ね、あー、間違えた。しゃあね。出やがれ。厳しいお題が出てきた。ちょっと鼻邪魔なんだけど、手札にあんの。いや、あなたの意思で取ったんでしょ。鼻邪魔だこれ、気をつけた方がいいよ。モンスターハンターしてるね。モハン、モハンしてるね、完全にね。モハン好き。モハン、まあ好き。急に雑談始まる。じゃバケツオンラインさせていただいて、まあまあちょっと多くは語れないですね。でもね、なんかさっきポロッと言ってたけど、なんか。いやお題見た時に何も言ってない俺は。ようぐらいまで聞こえたけど。ヨーグぐらい。いや、それはブラフ可能性。ブラフか。うわ、すげえ。慣れてきたな。マグマあって。もう望んでるやん、マグマ。マグマあってよ。あっ、ちょっと待って、あえて。いないよ。金なんか使えそう。金で沼るんすよ。使うんだよ、金ね。金はね、使うな。なかなかそれ賢いよ、あなた。そう、今のうちに取っとくって。そう、金を取んな。ちょっと慣れてきてる。金の見つかる深さって結構深いところいるな。いや、めっちゃ深いところいるわ、今。
タイタイもモンスターハンター。モンスターハントしていく。ちょっと諦めの呼吸入ったから。あれ地上夜もしかして。わからん。わからん。これさっきはこれタイタイさんもクリアしてるな。いやしてないしてない。俺しないで、あの木切って落ちる町の溶岩探しに行ってる。なるほどね。私のことをブラフだった場合どうするんですか？いや、大丈夫だと思う。なるほど。まあどうせ待つし、どうせ待つし。うん。わかりました。ズレね。ああ、急に。急に惑わせてくれやん。まあまあいいや。いやちなみに俺は、キヨケさんの一個先のステージにいる。本当に？うん。わーったー！うー！最高ー！最高ー！お題でダイヤ来い。知らんけど。ダイヤ見つけたやつのあれなんです。ダイヤ来い。捨てちまえ捨てちまえ。いた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 まずまずまずやば。これ死んだらやり直す。死んだらこれだるいよ。死んだら一から。やばい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 死んだらだるい。死んだらだるい。バケツ見つけるところから。ナイス。そうなるよ。だからどういう設定になってるかまだわからんからね。アディオス。手持ちキープなわけがなくない。ないよね、なくない。敵が一体燃えてね。俺とキヨキヨに集約してる。いやもう俺に集約してる集約してる。ね。キヨキさん死んでくれ。あれこれあれか。なんか敵のなんかやっぱ腐肉5号とかなんじゃない？可能性はあるね。なんか求めてる感あるよね敵を。ちなみに言うと火薬 ね。いやこれ本当だぞこれ。本当な気もするね、今の言い方ね、うん、大原検定高めの俺からすると本当だぞ、うん、本当の可能性、今ちょっと声質がうわもう戻れなかった最初の場所にもういいや、もう手伝いとって手持ちがどんどん鍛え上がっていく。おお、ホットスタッフしていく。おお、やるな。救急さんのホットスタッフ見たんでね。廃校だと熱い。正直そんなにそうでもない。むしろ困って本当に回復必要だったらどうしよう。で本当も何もだってこれ本当のことしかやってない。本当に無駄なことやること暇じゃないんだよ。確かにね。小原あれじゃない？あ？ネザイってガスト狩りじゃない？ああまあでもそっちの方がワンチャン早い説ある。いやどうだろうな。火薬だったらさすがに地上じゃない。え本当に火薬なんかな。でも火薬っぽいけどな。俺が全然嘘ついてる可能性はあるから。そうだね。ね、可能性としてはね、全然で廃校なのに敵が一体もおらん。いらっしゃらない、お花の方。でも、こんな平和な廃校ガチたまるかっていう。我々の知る廃校ではない。あの、ただの行動ですから。戻れねえよ。戻れないね。やべ、飯がなくなる、これ。アポー！先生？あ、荷物いっぱいで拾えないわ。やばい、タイタイが急にねえ二段飛びする可能性あるからね、お題を。可能性としてはね。いやもう、うん、リンゴ溶岩でも二段飛び確定じゃない。あ、溶岩え？え？ん？どうしたんすか？あ、よかったよかったよかった。捨てた？いやいや、溶岩捨ててないけど。よかった。いや、二択じゃね？だから、もう一個違うのかなと思ったら、よかった、溶岩引いた。オーマイグネス。タイタイはどっちを進んだんだ？タイタイ、タイタイもうじゃあもう飛び級したってこと？飛び級した、ちょっと待って、飛び級したんだけど。嘘だろ？仲間だと思ってたのに。裏切りのタイタイ、ペイ。裏切りのタイタイ。仲間だと思ってた今俺ら。俺ら青春じゃないの？なんだここ、なんか変なとこ引いたぞ。あれ？なんか変なとこで引いたぞ。なんだこれ？緑のコンクリートパウダーが出てきた。なんだこれ？あ、道だ！道削っちゃった。道削っちゃいました。おどこだよ、ここ！ちょっと待って、どこだ？いいねー。あ、なんか馬いるな。いやー、でもこれ。ドロップンが今、絶望的だ。さあ、ここで救急選手、到着いたしました。はい、ここ、溶岩入りバケツ。はい、オンライン、ポチ。俺より遅いの？俺ら遅いんだな。待って、そして休憩選手、ちょっと馬ロスト。やべ、馬、おい俺の馬。休憩さん、ちょっとゲームマスター、休憩さん、なんか馬の扱いが雑じゃないですか、今日ちょっと。俺の馬、どこ行った、マジで。ちょっと俺の馬、マジ消えた。
ロストしちゃダメなのよ、お馬さんは。いや俺も地下行ってもう変なとこが出てさ、いや俺の記憶が確かにこっちだ。あーやっと落ちた、よかったよかった。帰ろう帰ろう帰ろう我が家。俺の馬キヨキヨどこ、キヨキヨ丁重に持ってなさんとダメよ。キヨキヨフルネームが腹立つな。キヨキヨって発行させてくれ。発行してくれ。本当に見失ってるパターン。もう発行したらもう、これ絶対いなくちゃいけないんですか馬は。お前競馬とは何ぞや。馬レースだっつってどっかどっか行っちゃったよ、どっか行っちゃった。しかもあの人たち歩くでしょ。歩くな。歩かない仕様になっております。降りたところから一歩動いておりません。なんだそれ。シンプルに見失ってるじゃないですか。シンプルに見失ってるぞ俺。それはじゃあ気をつけてしてもろて。あんまり攻められないね、そこはもうね。ああこの辺から入った記憶あるけどな俺。集まり終わった瞬間にもう脇が全部こっちに集中し始めたんだよ。なんだこれ。それが人生深っでしょ。マリアナ海洋区やで。深いでしょ。ありがとうございます。マリアナ絶対にいらないものを捨てるか。いやもうね俺捨てる恐怖症なんだよね。めっちゃ沼ったからさ前。全部持っておきたい、できればそれはある。全て持っておきたいんだよね。そういう時ね俺はもう板材を捨てるようにしてる。ああ待って、すぐ作れるやつか、棒とか。はい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 。あ確かにそれはね、人に休みが深いね。俺たちリンゴによってありえない数の木をも手に入れたから。そうなのよ、ありえない数だね。よきよなおまだ迷ってる模様。どこに乗り捨てたんだよ。戻って記憶をもうたどる。たどれば大丈夫だから。そう絶対。よし依頼品こちら。なんか調子よくない？わわ。いや めちゃ調子悪かったよ正直。あほんと結構沼った。その1回に結構沼ってた。いなさすぎてやばかった。はあ。なんか悪いの引いたな。大変なの。フグ100体。後にみんなわかるよ。おあキョキョいた。何しとんねんこんなところで。キョキョちょっと。キョキョありがとう。キョキョ。キョキョがかわいそうだよもう。キョキョ。自分の見せたあげく。あげくの果て何しとんねんですか。キョキョ最高だよ本当に。放置しておいて。お前じゃ。こちら。さっき集めたのやった。マジで。やった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 。うわ神、しかもうわ神。オッケーオッケー、飛び石です。飛び石です。いやありがたいね、ありがたいね、ありがたいね。これマジか。これいいよいいよいいよ。あれ大体さん戻ってきた。うん、大体さんとキヨキヨ選手もうほぼ到着じゃないですか。うん、いいよ。さあキヨキヨ選手、キヨキヨの失踪をですねこれはるかに失踪ではないのよ。あ、見失いなのよそれは。見失いか、そっか。うん、その事件をもうですねこの帳消しにする、はい、さあ花さです。今花さです。はい、こちらピンゴット3つオンライン GO 合ってるよね。はい、よしよし、ちょうど3つなの最高。あ、逆さんにいっちゃいました。逆さんに。危ない危ない危ない。マジかよ。さあ走ってきます走ってきます走ってきます。パカラッ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 。沼れ沼るんだみんな。さあ何ですか。マジうわぁアルギハムでいやフグはちょっとマジでこれはやばいっす。ガチでやばいっす。これあったかい海、結局あったかい海探しが熱いのかな。あったかい海か釣りでしょ。どっちかなんだけど、ちょっと一匹だったら釣りにかけてもいいんだよな俺。フグ5だよ。絶対嘘。絶対嘘。いやどうしよう、フグその辺に落ちてねえかな。なんでバイキン拾う方向で考えた。努力を感じられないって。ちょっとで、大原はどっちにしてんの。ちなみにあったかい海探ししてんの。探してるよ。まあ、一瞬だもんな、あったかい海見つければ勝っちゃうからね。いや俺釣りで行こうかな。マジかよ。見つけた。わかんない、わかんないです。キュさんいたんだけど、釣り竿のクラフトの方を調べてる。おい糸かよ、さっき叩けたかったけど。俺もちょっとさっきの場所戻ろうかなと思って。
ていいんですか。あ、なんか俺糸2本余ってるな。もうその辺捨てといて、マジで。もうマジほんとガチ話。ガチ話。まあまあガチ話だろうなっていう。廃校、廃校じゃん。廃校あればいいじゃん。そうなんだ。じゃあみんなお先失礼しまーす。マジで？ウェグオンライン。ガチか。釣れた。すげえな。なでも大原結構時間かかったね。なんだ今の声は。やばい、やばいお題を引いた気がするぞ。聞いたことない声がしたけど、うん、まあまあまあ、なんとかしてみせようって。なんとかしてね。ただ、うん、このペースでいくと俺は多分1位だなっていう。そんな調子良い。めちゃくちゃ調子良い。これダイヤじゃないこれ。まあお二人は、まあ、ゆっくりフグでも探してもらってね。フグ、ね、あいやこれでね、糸を、それで糸を貸してか。いやごめん、今ちょっとすげえ恥ずか、ちょっと静かにしてもらっていいですか。静かにしてもらっていいですか。いやすげえ恥ずかしい話していいですか。どうしたん。はい、俺タラ入りバケツフグリバケツ間違えてさ、すげえドヤ顔で攻撃してたんだけど。待って、危ない。それは恥ずかしい話ですね。恥ずかしい話だよね。確かにフグ入りってそれは相当お高いね。お高級、お高級でしょ。でもいけるんじゃない、頑張って育てればいける説ない。育ったらまあ確かにね。まあ一応復活するもんね。可能性にかける。可能性にかけようか。釣り師さんとそれ長くお仕事させた方が。あでも釣り竿はね、レベル上げもらえるから。釣り竿はね、釣り師さん飛びました。なんで？いなくなった一瞬で。あいたいたいた。フグ。ああ大変だなこれ。大変だ。大変じゃないのよ。大変だけど頑張るぞ。うん、頑張ろう。変な人の感じじゃないの、それはもう。いやー、汗が止まらん。おー、洞窟来た、洞窟来た。頼むよ、ちょ、フグちゃん。洞窟探しにフグ行ってん？ん？フグ探しに洞窟行ったの？そうそう、まずは。いや、糸でしょ、絶対。そう、糸。糸の元となる。沼利体がいます。俺は花を捨てる、俺は。お、どっか行け、花。お世話になった花。花はいらねえ。あ、雲いた、やった。これは神。さあ、ニート出せるか。こっちに来い、こっちに。俺も雲の呼吸しよう。そんな呼吸ないけど。いや、別に。いいの、突っ込まなくても。いや、ちょっと、俺そういうの許せないからやめて。確かにじゃないの。ニート来い。あ、待って、え、やばい、やばい、やばい、絶対来た、絶対来た。やった、ニート。ニート来た、ニート。ニート。これがニートの力だ。嫌な力。ありがとう、マジで。リンゴ捨てちまえ。まさかついに。あ、リンゴ、リンゴ10個来るかもな。ちなむとリンゴ10個マジであるよ。ちなんだのそれ。うん。俺さっきあのカンニングしたからさ。うん。あら。リンゴ10個って書いてあったよ。間違いない。よし。サオゲット。頼むぞサオ。これで。いい竿で会ってくれよ。すごい釣り竿。ほにゃらら1024個。地獄すぎんだろ。1024個。はっ、これはいったんじゃないですか。ちょっと糸調子よし、ということでゴール。おお、早っ。嘘でしょ。 ありがとうございます。いやいや、早すぎるって。そんなわけないだろ。いやー、ちょっと早っ。お話なんねえわ、二人とも。早すぎる。早すぎるよ。俺は一発で、俺は一発でやるな。一発で俺はフグを釣る。なんか文句あるかい。俺一発で釣っちゃうぜ。青原来た。青原、じゃあ隠れて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 。俺のフグを君が持ってしまうかもしれない。俺の場合、救急さん首180でひねられてるけど。なんでだ。気にしないでくれ、俺の首は。釣ってます。いや、俺はフグはいける。フグはいける。次来るよ、絶対。きたー。早っ。やばっ、やばっ。念力が。これはね、サイの目を変えるんだよ。でー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 、未来は僕らの手の中。やるな、それは。やばくね。
早いね。こんな世界線あんの？あ、アメジスト部屋見つけた。アメジスト部屋はまずい。アメジスト部屋。びっくりした。びっくりした。よし、大原そのまま妨害を続けろ。いやいや。なんで知ってんだよ、大原が妨害してるってことを。勘のいい楽器だな。フグ一品やったー、マジフグ最高。敵いねえ、敵いねえよ。違う、大原のところ、わあ、俺んとこあそこだ。さあ、キヨミさん、シンプルに迷子になってます。シンプルに迷子になってた。先方迷子。よし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 、ああ、よし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 。早くしてく、早くしてく。いねえなー。よし、ここに納品させてもろて。よいしょ。フグですよね、ここね、フグですよね。フグ一匹オンライン、よいしょー。大丈夫大丈夫。スケルトンが死ぬ。スケルトンが死ぬ。もうすぐ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 。はい。さあ。何ですか次。ああああああ。おおおおおおああ。何も情報が出てこないんだけど。いやこれはもう言えないっす。あ、うち喋れんっす。うち喋れん。うち喋れんっす。雲探しで終わるぞ俺。リンゴ集めと雲探しで終わるぞ俺。今回。ようわからんところに引っかかる時あんだ。下に行けばさ、道が繋がってるってつない。ああでも。まじゃじゃ。ガガガガ。歴史コース歴史コース。ガガガ。だよこれファントムの飛膜ってお前取れねえよお前ファントムの飛膜お前。おい嘘つくなよ。あ、エンドラトーマス大変だったね。エンドラトーマスしなきゃいけないやばいよこれマジで。これなんだこれ何エンドの卵3つふざけんなよおい。それはふざけんなよ本当に。なんだよ俺。さっき言ったクモがスケルトンに倒されて何もドロップしなかったんですけど。そんなふざけんなよ。ふざけるんじゃないよ。うわあクモちゃんいたでしょさっき。早くいやこれマジでこれ独り言禁物っすねこれマジで。バレるか。独り言言っちゃダメだボートレースとか競馬で。そうなのよ、うん、スケルトン率高ない。スケルトンスケルトン率 95% ぐらいなんだけどこれ。スケルトン大事だよ。スケルトン大事なの。大事だよな。終わるな。ペクルさんが次何をそのあれで集めてるかにもよるんだよな。実は俺持ってる説もなきにしもなんだよね。いやそれはね説あるよ。全然説ある。ゼロじゃない。ゼロじゃない。じゃあ高くねえな。確率論の話ではゼロじゃない。それはそうでしょ。ネタ行ってないっていうのがちょっとまあちょっとね、うん、いや無理やん。大原どうやってクリアしたんだ逆に。あちょっと君たちうるさい。うるさい。はい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 、ダッシュしていくよ。キヨキヨさん、キヨキヨさんダッシュしていって。はい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 、こういうことでしょ。おいおいこら出てこい雲。こういうことでしょ。せーのポン。あーあーあーあ出た出た出た。あーゴールー。ふざけんなよ。やったー。ああどう。え、おめでとう。どうの鉱脈見つけたわ。ありがとう。始め終了。悔しい。はい、一体お疲れ様でした。はい、大さん。いやいや、みんなお疲れ様でしただから。いや、みんなお疲れ様でした。何、なんか、下みたいな俺の音。いや、下みたいな、下みたいな、下みたいな。うん、これちなみに、最後何だったの。丸石256個。それ最後ですか。物申す。それ最後。ちゃんと鉄とか掘っとかないとね、うん、ちょっとここは時間かかったなって。そうね。いやあと僕結構石取ってたからなんかすんなりいけたってのあったね。鉄のつるはしとかあってもらったおかげで。いやだから大原見てた俺のさフグ次出しますっつったら本当に次来ちゃうっていう。2回で釣った。2回で1回目まで見てたんだけど、うん、まあ釣れねえだろうなって大抵のとこ行ったらあなんか釣れたって。おーあんで見ててくれよこの神シーンを。まあ間違いなくそれが一番今回の神シーンだね。神シーンよ、うん、じゃあちょっとこちら。あーあーあーああこれあれ俺の馬のゾーンがないんですけど。これですよこれ。あら金リンゴ開けちゃって食べちゃう。
俺大体ジュニアと一緒じゃないと俺表彰台に立たねえぞ絶対。注文が多い。ふざけるなよ。俺はキヨキヨと違ってちゃんと愛があるんだよ馬に。こうして大体の馬探しの旅が始まった。いや俺別に見失ってねえから。飛ばされただけで。